滝川さん。はい。私としじゃあ話せ。じゃあ話せ。財布はね、誰かが思えた。1,2,3,4,5,6,7,10。よいしょ。誰のトレーナー？これ、まさか回ってんの？回ってます。響きだけで強くな。え、無駄じゃねえのか、逆に。なれる気がさよ、ささやかな。よいしょ。よいしょ。ジャージ俺のっす。もう今日はなんか散らかりっぱなしで疲れたな。回ってるよ、しかも。恥ずかしい。土来ないかな。ああ、残念。ふぅー。回ってるらしい。今日は回ってるらしい。今日はね。鼻子らしい。こうしようぜ、土。固定しておこうぜ。チャラララララ。こうやって脱ぐのか。こうやって脱ぐとちょっとバカにされなかった、小学校の時とか。こうやって脱ぐのか。その高さだとギリギリ映りますよ。ピーンってね。ピーンって映る。本当は映るね。こうやって脱ぐのか。レックで一瞬見えないけど。後から逆にしたら本気のせいだ。こうやって脱ぐのか。自分はどうなの？俺たちはこれで隠せます。隠せない。完全隠せない。こうやってない。こうやって、こうやって。最初は。何だそれ。ちょっと待って、カメラね、首から上映ってないの。首から上映ってないの。ちょっとしゃがんでくんない？これやってました。最初は。ゆうさま。こっから首から上映ってないの。こうやってやってんの。ピー
で、テラスさんがピーってなったんですよ。どうすんのこの事故具合を。事故り具合どうしてくれんの、なんか面白いので終わらせてくれんの。この辺で今こう、あれですよ、コーラでこう。あるよね、あるよね。PV とかであるよね。ギリギリで見えない、フルーツとかで。ドリンキングボーイって知ってます。知らない、知らないですけど、うちわでみんなマッパなんです、男は。つまりアーティストっていうか、ミュージシャンっていうか、パフォーマーみたいな。そうっす、知らない。みんなマッパで、うちわ2本持って、うん、こうやって踊るんです、みんなで。うまい具合にどうでもいいやっちゃってるじゃん。もういいよ、この無駄の指。終わったらそう。終わってない。電池が。なんかあのアーティストが控え室で喋ってるみたいな感じだったんですよ。なんかこれかっこよくないですか、この色。